は一時停止です。はい、ということでですね、11月になりましたけれども、みんな元気にしてますか？11月といえば、何を思うかな？松茸もたくさん食べた！みんなにもらって、すっごいありがとうございます。11月なので、なんかいろんなことまたチャレンジしたいなと思うんですけども、10月、そうだか、先月、なんと、ビアンパと遊ぼうで、宣伝させてもらいました。瀬能美穂オーケストラなんですけれども、無事に、大阪公演、そして、東京、横浜のモーションブルー公演、そして、岡山のルネスホール公演を無事に終えました！ありがとうございます！たくさんの方に来ていただけて、その日は私ピアノ弾いてたんだけれども、とっても楽しくてみんなに喜んでもらえてとっても嬉しかったです。なんかこうライブをしてて、そのライブの帰り道、ライブのね会場でありがとうございましたって皆さんにこうお送りするんですけど、その時になんかみんながすごく笑顔だったり楽しかったよって言ってくれるのがすっごい幸せです。なんか音楽やっててよかったなと思って、なんか音が届いたななんて、そんな風にいろいろ思えて、なんかとっても幸せな時間を過ごしました。みんなも音楽楽しんでますか？鍵盤ハーモニカ楽しんでいますか？みんなの音聞きたいです。そして子供も大人もこれ楽しんでくれているの、とっても見に行きたいなぁなんて思ってるんだけど、続けて鍵盤ハーモニカやってくれてますか？はい、ということで今日も楽しく行きたいと思います。よろしくお願いします。指くぐりの巻じゃん。前回みんな何やったか覚えてますか？前回は3回連続で音楽のレシピっていうのをやりました。まず1個は大事なのはリズム、そして2つ目がメロディー、そしてハーモニー。ツックがすごくいいこと言ってくれたんだよね。ハーモニーっていうのはこう人と寄り添ったりっていうことにもつながる素敵な言葉だったり、メロディーっていうのは歌うようにっていうところから語源が来てるんだなとか、なんかすっごいたくさんいろんなことをツックが教えてくれたんだけど、みんなも覚えてますか？練習方法もいっぱいあったけど、できるようになったかな？ドレミっていうのもあったけど、できるようになった？ということで今日は新しく指くぐりっていうのをみんなと一緒にやっていこうかなって思ってます。この前ね、幼稚園のみんなが弾いてるの見たら、こういう風に弾いてた人がいたよ。キラキラ星とかは、キラキラ、よいしょよいしょ、ドレミファソまでは5本の指があるんだけど、そこから向こうってどうやって弾いたらいいのか分かんないよね。こんなお友達もいたよ。ドレミファソラシドレミファミレドシラソファミレド、なんか途中で料理してるみたいにトン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 ってやったんだけど、そうだよね、ドレミファソから向こうはどんな指使ったらいいかわかんないよね。
どうしたらいいかなって考えたんだけど、どうしたらいいかな。こんなのって見たことない？いくよ。2つのお耳の左側がドドレミ、よいしょ、ドラシドってやるとドからドまでたどり着けます。もう一回やってみるよ。今度は横にしてみようかな。ドレミ、こういう感じ、よいしょ、ソラシド、見えた。もう一回やってね。ドレミ、ここでくるファソラシドってやると5本の指しかないんだけど、1,2,3,4,5,6,7,8個、ドからドまでいけるようになります。このね、技を指くぐりって言います。どうやって練習すればいいかなって考えたんだけど、みんなさ、シャクトリムシって見たことある？こんな、ウニ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 っていくやつ。あれみたいに練習したらいいなと思ったのね。まず、シャクトリムシゲームをやりたいと思います。ホースは今日いらないよ。5本の指を出して、1と2、見える？親指が1番。うんうん。そして、2番の指が、あ、違う違う、人差し指だね、人差し指が2番、1と2だけを使ってクイ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 やっていきたいと思います。鍵盤ハーモニカの一番端っこから一番端っこまでたどり着けるかな。いくよ、せーの、よいしょ。で、これ次、ひょい。でね、ほら、次の鍵盤に行くときにこの2の指は離さないよね。トゥイ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 上のカメラで見てみたいと思います。いくよ、こっちからスタートで、よいしょ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 、ゴールできた。これね、こうはダメだよ。こうやってこういうの離しちゃダメなのね。こうして、こうしたら、クイ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 っていうね、シャクトリムシみたいにキュ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 ってできるようにやってみたいと思います。じゃあね、あれを使おうと思うよ、お友達。じゃあもっと速くしていい？ 140。 さっきより速くなりました。ちょっとすぐ応援してね、応援してね。いくよ、160。これ最高レベル。うわ、いきます、1,2,3,4。
ということで、こういうねやり方をするとドルルルルルルって滑らかにいろんな今度は曲が吹けるようになるよ。じゃあ次、しゃくとり虫ができたら今度はバレリーナやってみたいと思います。今度はね、1とこの3番、1番さんと3番さんだけ使っていきます。どうやってやるかというと、ひょい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 、ずっとこれどうでやってみようか。手元カメラでいきます。とい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 、ずっとね押したままで1と3 3からいくといいかな。3 1 3 1 3 1、バレリーナバレリーナラバレリーナバレリーナバレリーナみたいな感じでやってもらいたいと思います。そうすると1と今度の3だけですよ。はぁ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 、そうするとね、今度1と3しか使わないよ。になると、さっきやったドレミで、ここでこれを使う、ファソラシド届くようになるからね。もう一回横から見てください。ドレミファソラシド、こんな感じ。指くぐりっていうのを使うといろんな曲が吹けるようになるので、ぜひぜひ練習してみてください。もう一回これを使って今度は音階を吹いてみます。音階っていうのはドからドね、
つもと違う感じでやってみたんですけど、気づいた人。いつものカエルの歌はこんな感じかな。危ない。1212ってやって指またぎの、あ、指くぐりか、指くぐりの練習をしてください。で、さっきさ、ずっとこうやって上に上がっていってたでしょ。さっきのカエルの歌はこうやって逆になった。これは特別に教えると指またぎって言います。これも覚えておいてください。ということで今日は指くぐりの巻き、指くぐりとか指またぎとかやったんだけど、こういう指使えるようになるとほんとたくさんの曲が弾けるようになるので、指の練習もしてもらいたいなと思います。ハーモニカってやっぱり奥が深いね。ねえねえ、トゥックー、今日は元気がないのはなんでだろうね。突き抜け中かな。まあいいか。ということで、トゥックーにもまた会いに来てもらいたいななんて思うんですけれども、今日は指くぐり指またげをお届けいたしました。先に CM に行きたいと思います。どうぞ。ワークショップをやった時に遊びに来てくれた最強のお友達がいます。最強のお友達、まっちゃん。まっちゃんがね、またまたね、ムービーを送ってくれました。ピアンパムービーでもね、それをちょっと見たいんだけれども、いや今回は本当にすごいよ。まっちゃんだけじゃなくて、もう一人なんかお友達も出ているので、ぜひみんなでちょっと見届けたいなと思います。それではピアンパムービー、まっちゃんよろしく。
よく思いつくね。赤ちゃんなんか寝っ転がっちゃって、すごい可愛い。もうさすが。そしてね、私のこのオーバーオールみたいなつなぎを意識して、まっちゃんも白いオーバーオールを着ているっていうのがすごく嬉しいなと思います。なんかさ、ああやって楽しめる大人って本当羨ましいな。見てくれてるお友達もあんな楽しい大人になってほしいななんて思うんだけれども、いつまでもなんだろうな、身近にこれがあってほしいと思うし、音楽をすごく身近に感じて愛してくれる大人にもなってほしいし、大人の人もこれを見てくれてもっともっと楽しめたりしたらいいななんて思っています。いやー、最近本当に鍵盤ハーモニカでいろんなとこ行かせてもらってるんですけど、この前、ライブにですね、ビアンファと遊ぼうを見て、その告知を見てライブに来てくれたっていうお客様がいて、めっちゃ嬉しかったです。何を見て来てくださったら、何を見てこのライブに来てくださったんですかみたいなお話をした時に、ホームページとか Facebook とかじゃなくてビアンパを見て来ましたって言ってくれて、すっごい嬉しかったです。ただね、ビアンパこんな感じなんですけれども、ビアンパと遊ぼうを見て、さらにビアンパが出ている、あ、そうか、ライブ、鍵盤ハーモニカのライブを見てくれて、その後に瀬の美穂オーケストラっていう、私がピアノを弾く、ピアノを弾くとき着物を着てます、それを見に来てくれたんだけど、全然キャラが違いますねなんて言われちゃって、もうすごく恥ずかしいような嬉しいような気持ちがしたんですけれども、なんか楽しいな。今度は何のライブがあるかな。ピアンパはですね、来年かな、来年は名古屋行きます。それで、先月は宮古島でもワークショップをやりましたし、で今度北海道もあります。そして青森もあるし、いろんなとこに行かせてもらえるようになったんだけど、どんどん鍵盤ハーモニカのブームが来ているんじゃないでしょうか。この前はフィリピンも行ってきてよ。どん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 これでつながってもらえたらいいな。じゃあ最後に何か一曲吹こうかな。画面の前のあたりに、チェック、また帰ってきてよね。ビアンパムービー、皆さんお待ちしております。まだまだ、あ、そうだ、この前熊本の子供たちがビアンパムービーを撮ってくれて、でビアンパムービーのメイキングの様子も撮ってくれたので、それをまたまた機会がありましたら、というか次の次ぐらいかな、流させてもらおうかななんて思っています。子供たちすごい可愛くて、もうすぐねビアンパビアンパってすぐやってくれて、でなんかね、最後のよろしくねよろしくねヘイっていうのがなかなか難しくて間に合わない。みんななんかそれなりにやってくれてて、すごい可愛かった。すぐにできるようになったんだよね。なんかみんなとやると楽しいな。うん、全国のね、幼稚園、保育園、そんな、お友達もピアンパムービーに参加してもらって、
で3歳ぐらいのお友達でまだピアニカ持ってないなーなんていう人はぜひ歌でも OK、 歌でも OK です。ということでよろしくお願いします。そうだ、11月15日なんですけれども、また東京でピアンパワクワクワークショップをやります。ぜひ鍵盤ハーモニカ楽しみたいななんていう人はぜひぜひまた来てもらいたいなと思います。対象は大人でございますのでよろしくお願いします。それでは皆さんありがとう。